野田キュン。質問箱、5秒で答えてね。イエイ。さあ、始まりました。はい。うまキュン動画です。ということで今回は私とチャーポンが、はい、新人ジョッキに根掘り葉掘り質問しちゃう企画となっておりまして、まずは今年の新人ジョッキの方に自己紹介をお願いしたいと思います。はい、後藤ジョッキからお願いします。沢吉弘厩舎の後藤宗次郎です。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて高見騎手お願いします。高見博厩舎の高見陸です。よろしくお願いします。そして谷内ジョッキーです。島田幸春厩舎所属の谷内寛太です。よろしくお願いします。ありがとうございます。もう本当に嬉しいね。いやでもなんか大人っぽいくは感じますよね、なんか凛々しい感じもして。はい、何個くらい違うのかすごい考えてたんだけど確かに考えないことにしようと思って。考えないことにしましょう。さあ今回のルールなんですけれども、はい、今から3人には1人ずつ順番に6つのジャンルから質問を選んでいただきます。はい、で各ジャンル10問ずつ問題がございまして、はい、ジョッキーは瞬発力が大事といろいろな方から伺っているので、1問につき5秒以内でその質問にぜひ、ね、答えていただきたいなというふうに思います。はい、では早速参りましょう。後藤ジョッキーからジャンルを選んでください。食べ物で。お、食べ物ですね。はい、じゃあ始めます。後藤ジョッキー、一番好きな食べ物は何ですか？ラーメンです。早い。2番目に好きな食べ物は何ですか？いや、何ですかね、カレーです。あー、がっつり。好きな食べ物は最初に食べるか最後に食べるか？最初に食べます。おー、なるほどね。朝食はご飯とパン、どっち派ですか？ご飯です。おー、早っ。豚肉、牛肉、鶏肉、どれが一番好きですか？牛肉です。おお、目玉焼きにかけるものといえば？塩コショウです。あ、意外。大人ですね。ね、うどん派？そば派？そばです。あ、そば。給食で好きだったメニューは何ですか？カレーです。あー、一番嫌いな食べ物は何ですか？椎茸です。食べ物の話いっぱいしましたけど、体重制限今辛くないですか？大丈夫です終了。すごい、すごい早い。これ10問全部できちゃった。カレーが特に好きなのかなっていう。給食も好きだし。でも意外と2番目に好きっていう。あ、そっか、ラーメンが一番好き。でも給食でラーメンって出ないですよね。あんま出ないですね。あ、そうですよね。ラーメンはこってり派かさっぱり派か。確かにこってりです。こってり、はい。好きなラーメン屋さんありますか？一蘭が好きです。あ、一蘭結構がっつりいますねでもラーメンとかはやっぱりその体重制限とかで気にしたりとかはするんですか？そうですね。あ、はい、だから本当は一番好きってことですね。そうだね。あと椎茸が嫌いって、ね、椎茸何か嫌な思い出ありましたか？いや、なんかちっちゃい頃からずっと嫌いで、キノコ類があんま好きじゃないんで、その中でも椎茸は嫌いです。だけね、意外でした ね。そして目玉焼きにかけるのが塩コショウ、ね、これ結構分かれますよね。分かれる。チャポは私は醤油です。醤油。私も醤油ここは一緒。でも広島に住んでる時はお好みソースをかけてました。うん、あ、そっか、そうそう、ならではかも。美味しいね。はい、はい、ということで食べ物についていろいろお伺いしてまいりましたけれども、はい、では続いて真ん中の高見騎手に選んでいただきましょう。はい、何が来るか。じゃあ青春で。あ、お、青春ですか？青春、意外なところね。まさか一つ目でね、これ行くとはって感じでしたけど、うん、はい、じゃあスタートします。はい、一番よく遊んだ場所といえば？お台場かし、お台場ですね。お台場、はい、お台場、おしゃれ。はい、子供の頃ハマったおもちゃは？トミカ。あー、わかる。子供の頃のアイドルといえば？アイドルですか。でも乃木坂が好きでした。あ、子供の頃行ってみたかった場所は？海外。海外、はい。今までで一番好きなテレビ番組は？行列のできる法律相談所。いいですよね今までで一番好きな曲は？
ザ・チェーンスモーカーズのシックボーイって曲が好きです。あ、チェーンスモーカーズは分かるよ、はい、すごい大好き、はい、じゃあ続いて今までで一番好きなお笑い芸人さんは、なんだっけ名前が、いや、俺とんあ、サンドウィッチマンが好き。あ、いいですよね、はい、で今までで一番のスーパースターといえば、父親です。わー、いい、はい、素敵。はい、そして、今までで一番嬉しかったプレゼント教えてください。嬉しかったプレゼント、働いてからもらったお金ですか。おー、なんか素敵だね、うん、はい、一番最後、これぞ青春という質問になるんですが、はい、サンタさんは何歳まで信じていましたか。物心つく頃には信じてなかったです、はい、はいはい、はい、以上で終了です。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、チャーポン、今の質問の中で気になった回答とかありました、はい、いや、でもなんか回答が全体的にこう平成から令和に切り替わる、わ、うん、かる、つい最近だって時代が違う、私本当にね、しかも一番よく遊んだ場所がお台場っていうのがやっぱすごいおしゃれだなと。わかる、ね、お台場ね、うん、ミレニアムの時に行ったんだけど、うんうんうん、それは行ってないかもしれないね、私からしたらやっぱり広島からこう上京してきた身なんですごい憧れの場所だったので、うんうん、なかなかやっぱ行かなかったです ね、気合い入れていく場所って感じだったので。確かにそうだよね、はい、だって子どもの頃のアイドルが乃木坂さんね。え、チャーポンもアイドルなんです失礼いたします失礼いたしますそして、はい、一番のスーパースターはお父様ということで、うん、最高でした。ねー、最近は何かお父様と競馬についてはいろいろ話されますか。いや、毎日話します。昨日も朝2時から調教があるんですけど、2時乗りが終わったらちょっと来いって言って上呼ばれて、その日の競馬とその前日の競馬の振り返りをしてっていうのを毎日やってますね。どんなところがスターだと思う。いや、パッて出てこなかったから父親って言っちゃった部分もあるんですけどスターなんかすごい社交的で、確かにみんなに対して明るく接するんで、やっぱすごいなって思います。私もその辺歩いてても、はい、ご挨拶してくださって、はい、本当にジョッキーさんでしたし、すごく爽やかな方だなっていう風に、めっちゃ元気っすよ ねいや、最高ですね。でそんなお父様の背中を見て頑張ってほしいね、はい、かっこいいです。そして今までで一番嬉しかったプレゼントが、働いてからもらったお金だと、はい、何か買いました、ね、気になります。何か買ったかって言われると買ってないですね、はい、買ってないんですけど、なんかご飯食べ行ったりとかしてたら、うんうんうん、結構すぐなくなっちゃうなって思いましたそうですよね、はい、意外とすぐなくなっちゃう。そうだよね、うん、でも最後の質問もそうでしたけど、うん、結構現実派ですねそうだね、現実っていうところもあるかなっていう、ね、そうですよね、わ、うん、かりました、うん、ということで青春編、はい、質問箱でした。はい、ありがとうございます、はい、さあでは続いてまいりましょう。谷内ジョッキーの質問箱スタートしたいんですけれども、はい、ジャンルは何にしましょうか。うん、馬でお願いします。あ、馬いいですね。じゃあ谷内ジョッキー、馬のどんなところが好きですか。はい、可愛いところです馬に話しかけるとき赤ちゃん言葉になってしまったりしますか。ならないです実は馬の言葉が分かるときってありますか。ないです自分に、あ、馬に自分の悩みをボソッと話してしまう時とかありますか。ないです映像を見た中で今までで一番乗ってみたい馬さんはいますか。オルフェーブルです。その理由は何でしょう。いや、暴れててすごいなと思いましたもう、じゃあ逃げて勝つのと刺して勝つのはどっちが好きですか。刺して買ってみたいです。いつかは芝のレースの方も乗ってみたいとかありますか。はい、乗りたいです。もし夢が叶うなら一番勝ってみたいレースは何でしょう。一番勝ってみたいレースは
ジャパンカップです。もし自分が馬主になったらどんな馬の名前をつけてみたいですか？どんな馬の名前、食べ物の名前でもつけます。はい、というわけで終了です。さっきも比較的ポンポン答えてくれました。面白かったです ね。でもやっぱりお馬さんの可愛いところが好き。どういう時に可愛いなって感じますか？一番、やっぱ乗る前とかに顔見たりすると可愛いなって思います。なんかすぐに乗ってらっしゃるんだと思うと、こっちもすごい嬉しい気持ちになります ね。はい、あ、赤ちゃん言葉はなってしまわないんだって。あの、私もあゆみさんもワンちゃんを飼ってるんですよ。そう、なのでやっぱワンちゃんとかなっちゃいますよね。すごいなっちゃう。私も絶対なっちゃうんだろうなと思ったらならないです。トイレするだけでもよしよし、そう、リポ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 リみたいな感じ。よくできたねって。声とかも変わんないですか、普通に？いや、多分変わんないです。いや、すごい冷静ですね。可愛いと思いつつも冷静に本間さんと接しているということで、あとはオルフェーブル、はい、一番乗ってみたいですね。オルフェーブルのどのあたり、さっき暴れてるっていうこともありましたけれども、はい、他に好きな部分ありますか？まあ、毛色って栗毛がかっこいいし、確かに、まあ、強いんで、まあ、落とされると思うんですけど乗ってみたい。綺麗ですもんね、毛艶もね、本当にね。そうですかね、なんでジャパンカップ？あ、そうだ、なんで、確かに、一番勝ってみたいレース、なんで、なんか物心ついて初めて見に行った G1 とかがジャパンカップだったからですかね。ああ、そっかそっか、思い入れのあるレースだと違いますよね。違います。うんうんうん。さあ、ここまで質問箱一周しましたけれども、はい、たくさん教えてくれました。ありますので、はい、はい、後編は6月3日の金曜日18時に配信。最後の最後に衝撃の質問が。うまキュン女性出演者の一覧をね、はい、ご用意しました。はい、恋人にするならば。でも確かにそうですよね、誰がいいのか、みんなジャンルが違うから全然。5月23日月曜日からはうまキュンの配信もあるのでお楽しみに。今後ももっともっと楽しい動画配信します。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。